皆さん、こんにちは。上智大学の、そしてイエズス会のサーリー・アガスティンです。今日は、ペドロ・アルペ・エスジェ、イエズス会のアジョルナメントの指導者というテーマで、私の個人的に尊敬している、そして先輩でもあるアルペ神父について少し話、分かち合いしたいと思います。さて、皆さん、ペドロ・アルペ神父についてご存知でしょう。私は一言で素晴らしい人だと思う一人です。私の人生においても、それなりの影響を与えてくださっている、大先輩でした。さて、念のためにアルペ神父は1907年11月14日にスペインのビルバオで生まれ、27年にイエズス会に入会し、36年にイエズス会司祭に叙階されました。1941年に日本に派遣されて来られました。日本、特に広島で第二次世界大戦と世界初の核兵器使用、その被爆を体験しました。今ご覧になっている写真はその時の写真になります。その後、1958年から65年まで日本管区の管区長、そして65年から83年までイエズス会28代総会長でした。1981年に残念ながら脳梗塞により倒れ、91年2月5日にお亡くなりになりました。2018年11月にイエズス会総会長がアルペの立腹のプロセスが始まったと発表しています。そして私自身がですね、1968年生まれで、1989年にイエズス会に入会しました。1980年代のインドのイエズス会は、ある意味さまざまな緊張関係にもあり、社会的な、世界的な状況、そして成長の過程にもありました。成長の過程というのは、今世界の一番多いイエズス会員がいる国というのはインドです。二重の管区があり、5000人程度のイエズス会員がインドにいます。まあ、そういう意味で成長の過程だったと思います。私は入会した時も。そして私は入会した1989年から91年まで、修練院の時に、アルペ神父のためにお祈りしていまして、91年に、亡くなった時のこともよく覚えています。それよりもですね、私自身が、この日本に来たこと、そして、1997年に日本に来て、今イエズス会日本管区の、メンバーで、そして上智大学のイエズス会教育の現場でミッションに関わっています。すると、このアルペ神父の、関係でいうとですね、2018年に上智大学が、新しい学生寮、国際学生寮を作りました。信濃町にあるこの学生寮の名前のことを考えたときに、まず私が、これはアルペ神父の名前を付けたいということで提案しました。その結果、アルペ神父の名前をいただいて、上智大学は、上智大学アルペ国際学生寮ということで、ソフィア・アルペ・インターナショナル・レシデンスということで、信濃町に寮を持つことになりました。
この名前をいただいたことに感謝を申し上げます。そしてなぜこの、アルペ新聞の名前を付けたかということを、私なりの個人的な、確信があることを含めて今日のお話になるかと思います。先ほど言いましたアジョルナメントの話です。私はこれはアルペ新婦がアルペ総長としてイエズス会全体とイエズス会教育を信仰に基づいて現代化へと導いた人だと思っています。そういう意味でアジョルナメントの指導者というタイトルを使いました。アジョルナメントというのはイタリア語です。英語で言うと Bringing up to date という意味になります。要するに最新状態にするということ。まあ社会的な大きいことであ あるからこの、最新状態というのを現代化へと導いたということで見ればいいかと思います。そういう意味ではイエズス会全体をアジョルナメントとして導いた。そしてイエズス会教育においてもアルペ神父のその、最新化するためには、非常に大きな役割を果たした人だと思っているので、このようにアルペ寮の名前を考えたときに、そのアルペ神父のことを思い出しました。そしてそのようなアジョルナメントのことを、イエズス会全体のアジョルナメントのことを考えるときに、その背景を理解する必要があるかと思いますので、まず1962年から65年までカトリック教会において大きな出来事であった第二バチカン公会議が開かれていました。そしてその第二バチカン公会議によって世界に対しての教会の、方向性、それを教会のアジョルナメントという名前で知られています。もうすでにこれはカトリック教会全体の、最新化あるいはアジョルナメントの話です。そこで主に、一言言っておかなきゃいけないのは、世界憲章のような、公文書です。この世界とどのように関わるべきか、その世界との関係、多宗教や多文化との関わりの関係を、バチカン公会議において、教会の立場が新たにされたということは確かです。そして大事なのは、この1965年にアルペ神父が第28代総会長に選ばれています。バチカン公会議が終わる一つのセッションの前に、アルペ神父が選ばれているというふうには聞いています。そうすると、イエズス会内にバチカン公会議の精神をどのように生かすかという緊張関係もあったと思います。そういう時から、アルペ神父が、総長になっています。そして非常にイエズス会教育に関係のある有名な出来事と言ってもいいかもしれないけれども、1973年にスペインにおいて、イエズス会教育関係者に話をするときに、私たちの教育、いわゆるイエズス会教育は他者のための人、Men for others という言葉を使ったのは初めてです、を養成するためだと。まあ、それが後に他者のために他者と共にということで上智大学も受け継いでいます。そしてイエズス会全体のアジョルナメントの一番大きな出来事は、1975年にイエズス会第32総会議が開かれたことだと思います。その総会において私たちのミッションは信仰の奉仕と正義の促進という言葉で、まとめたことです。信仰の奉仕と正義の促進ということは、正義の促進のあり方として、貧しい人々、周辺化された人々、圧迫されている人々の側に立つ正義。これは信仰に基づいて生きる人々の
義務というか責任ということで、確認した、総会議でした。そしてそのようなことの結果として世界に多くのその活動が始まったんですけれども、1980年に、アルペー神父が主導で始めた JRS、イエズス会難民サービスは、まあ、その一つの事例になると思います。残念ながらその1年後、脳梗塞で倒れ、そして83年に、新しい総長が選ばれてコロンバッハ総長が選ばれています。そして91年に、起点されました。この流れを見るとこのアジョルナメントの指導者ということは、まあ、大体わかると思いますが、その結果としてですね、このイエズス会全体のアジョルナメントの、形として、この総会議において今日の我々のミッション信仰の奉仕と正義の促進としたことは、正義を信仰の大切な側面として個人と社会の責任に位置づけたということが、その大事なポイントだと思います。例えばその具体的な取り組みとして80年に、JR を立ち上げたりすることは、その信仰を持った人々の責任を持った行動の、表し方になると思います。この写真はアルペ神父とマダ・テレサが、話している場面ですね。そしてそのような時代にですね、アルペ神父のおそらく影響を受けているのではないかと思う、ベルゴリオ神父がこの写真にあります通り2人がミサを捧げている場面です。ベルゴリオ神父が今の教皇フランシスコです。教皇フランシスコは貧しい人々、周辺化された人々のところに行きましょうとよく声をかけるわけですけれども、実は当時アルペ神父が同じ声かけをして世界中歩き回っていたことは確かです。その時の一つの写真になるかと思います。そしてこのような、アルペ神父の、生の声、あるいはその振る舞い、あるいはその性格などを少し、していただこうと思って短いビデオをご覧いただきたいと思います。アルペ神父の性格に少し触れて、いただけるのかと思います。まあ、その中でですね、アーメン、アレルヤというアルペ神父の、神父様の、アプローチ、まあ、私はそれはアルペ神父のアプローチとして、考えていますを少し、理解できればと思いますので、ビデオをご覧ください。Arupe energetically embraces the message of the Second Vatican Council and the 31st General Congregation concerning the Church in the world. He took the message from Rome. He went all over the world talking to Jesuits. He wanted to talk to Jesuits, but he was so personable, so knowledgeable, so convincing. It wasn't that he just made the vision credible. He made it infectious. That was the thing he had. He made it infectious.He says there are richness today in the world, coming today to a new birth. We are in a very interesting moment of the history. Today we have a challenge that perhaps never had in society. You can appreciate a tremendous dynamism in the church today. And that comes for the tremendous change, social change,technological change in the world. We have to think about the tremendous problems of the world of today illuminated by faith. That is very interesting. The people have so many new problems, but no answers. Well, we have to be very careful to see what are the changes in the world.Because that will mean for us also change of the service. But not only that, because also we are in the middle of the world. Therefore, that supports for us a tremendous responsibility to
adapt our spirituality to the real needs of today. We have to heal the poor, or to help the third world, or we have to be much more international in our activity. Christ is the redeemer of the whole man, even materially. Therefore, we have to see how to combine, how to integrate the salvation of the whole man. Today, the world needs are people completely devoted, unselfish, working for the others. I would say the Jesus man should be man of Amen and Alleluia. Amen is because to do always the will of God. And Alleluia, because making the will of God, they should be very happy. And that is, I think, the motto of the Jesus of today. Amen, Alleluia. I don't know. Very like? Good. Very good. はい、ここまでにしたいと思います。アルペ神父の話の中にあった2つのことを、強調したいと思います。アルペ神父のアジュアルメントの中心に信仰がありました。ですから、こういうふうに言いますね。信仰に照らされてこの世の問題に取り組むべきだと。たくさんの問題がありますけれども、まあ、完全な解決がないけれども、信仰に照らされてそれをどういうふうに見るかということのポイント。で、もう一つは、私たちはこの世の中にいると。私たちはこの世の中にいるからこそ、この世の中に適応するような冷静、スピリチュアリティじゃないといけないと。そういうことも強調しています。まあ、そのような、スピリチュアリティを持った多くの人々が今世の中に必要だと、無条件で他者のために、働く生きる人々が必要だとこういうことを言っています、まあ、その人々の姿勢イエス会についてですけれども姿勢としてアメンアレルヤ神の、指示に従って生きる人々の姿勢としてそして神を賛美して自分の人生を捧げる人の姿勢としてアメン、アレルヤという、その自由な姿勢、これがこのアルペ神父様の姿勢だったんじゃないかと思います。そして、イエズス会教育の、アジュアルナメントでもう一度確認したいと思いますけれども、実は1973年にイエズス会学校関係者に対してイエズス会教育の目的は他者のための人を養成することだと。発言しました。Men for others という言葉を使いましたけれども、これはその時代には普通に使われていたことだし、イエズス会教育はほとんど、男子学生のためのものでもあったので、まあ、その言葉はそんなに問題なかったけれども、それは後に他者のために他者と共にという言葉であったり、Men and women for others with others という言葉になったりしています。Educating students to be men and women for others with others になっています。そしてその、その哲学の裏にあるアルペ神父の考え方がこの、引用に現れているんじゃないかと思いますのでちょっと紹介したいと思います。Only by being a man or woman for others does one become fully human.まあ、いろんな意見があるかもしれないけれども、私はそれは本当だと思います。他者のために生きる人になることによってのみ、完全に人間になることができます。だからこそ、他者のために生きるということは、その生きる人々のためでもあるわけですね。他者のために、その他者のためにではなく、その生きる、その本人のためでもあるということですね。そして、まあ、左側のその Today's prime educational objective must be to form men and women for others who cannot even conceive of love of God which does not include love for the least of their neighbors、まあ、その愛することもできない人々
のために生きることだと思います。そして私はもう一つの、引用をこう皆さんに紹介したいと思います。有名な、引用ですけども、 Nothing is more practical than finding God, that is, than falling in love in a quiet, absolute and final way. What you are in love with, what seizes your imagination, will affect everything. Fall in love, stay in love, and it will decide everything.そういう言葉を残してくださっています。完全に絶対的最終的な方法で恋に落ちることほど神を見つけることができる実用的方法はありません。あなたが愛しているもの、あなたの想像力を使うものは全てに影響を与えます。恋に落ちなさい、恋にとどまりなさい。それが全てを決定します。恋に落ちている人、あるいは恋に落ちる人が分かるようなことだと思いますけれども、その恋によって全てが決まる。ここでアルペが神様とこのような関係を持ちなさいと言っているわけですね。神様と恋に落ちていれば、我々の全ての考え、行動がそれによって決まります。これは実は、イエズス会の識別の背景にあるものです。神様の御旨を理解して、その御旨を行うということは、その選ぶときに、判断するときに、それが自然に出てくるということにつながるんじゃないかと思います。さて、この私がアルペ神父を模範にしていいと思うときに、このリーダーシップ、そしてそのリーダーとしても、弟子としても、習い従うための模範だと思っています。A leader and disciple worth emulating。そのことが分かる一つの引用を参考にさせていただきます。まあ、ご自身がですね、病気で倒れて、そして、イエズス会の総長が、修正なので、まあ、結果的に病気で仕事できなくなるわけですから、辞任することになり、その退任の決定して、皆さんに話しているときの、本人が話さなかったこのメッセージの中から、の一部です。まず英語で読みます。More than ever I find myself in the hands of God.This is what I have wanted all my life from my youth. It is indeed a profound spiritual experience to know and feel myself so totally in God's hands. これまで以上に私は自分を神の手に委ねます。これは私が若い頃からずっと欲しかったものなのです。自分自身を完全に神の手に委ねていることを知り、感じることは、確かに深い霊的体験です。これは非常に深い意味のある表現なので、私が非常に心に留めている、アルペ神父の姿勢です。すべて神に委ねて、怖くなく、自由に、幸せに、喜んで生きる人の信仰のあり方だと思います。そういう意味では、英語で少し書きましたけれども、A saint is not to be venerated, but to be followed. アルペ神父はもしかしたら聖人になるかもしれないけれども、私たちはアルペ神父に習うものがたくさんあると思いますので、アルペ神父をこのように紹介したいと思いました。そして最後に、アルペ神父の一つの祈りを持ってこの話を終わりたいと思います。Grant me, O Lord, to see everything now with new eyes. 主よ、今すべてを新しい目で見ることのできる恵みを私に与えてください。
アジョルナメントの精神は新しいもので、新しい目で全てを見ることができる恵みです。ありがとうございました。